あ、みんなさ、ちょっとさ、スバルに言わなきゃいけないことあるでしょ。3周年おめでとう。いやいやいや、そんなんで騙されないよ。このめんどくせえ女ブムーブ。みんな上から3番目の文字読んで。これ何？スバル R18。 悲しいよ、スバルは。スバルがさ、気を使って踏み込まないよっつったら、もう欲望が欲望がさ、溢れ出ちゃってんだよ。スバル、これ最初見た時さ、いや、何かの間違いで会ってくれって思ったよね。興味あるね。ちなみに、これなんでこうなったかっていうと、多分3周年記念の配信で、そのスバル初めて自分のエッチなイラスト見たんだみたいな話したら、そん時はなんか、でもスバルさ、みんながさ、スバルに見つかんないように楽しんでる、それは邪魔しないよって言ったら、もうみんな欲望に任せて検索しちゃって、サジェストに上がってくるって。バレバレなんだが、話題にするスバルが悪いよじゃないよ。君たちさ、もっとなんかこう、なんかないの？もっと隠す技いっぱいあるでしょ。めんどくせえ女だな。おい別にさ、いや、いい、いや、スバルが悪いのこれ、ちょっと。どうするんだよ、大空スバルちゃん可愛いなと思ってさ、スバルで検索したさ、中学生がさ、これ見ちゃったら、検索した中学生が悪い。なんてひどい大人たちなんだ。このチャンネルのスバル、視聴者平均年齢知ってるからもう言うけど、なんてひどい大人たちなんだお前ら。スバルのチャンネルは中学生が一番少ないからね。一番多いのね、25歳から34歳、その次に多いのがね、35歳から44歳。みんなやめてあげて。今日一番コメント早くなんのやめろ。やめな、 LINE 声、なんか船長の逆バージョンみたいになってる。